ハラハラルは、私たちハラルフードを提供するんですけど、こうイスラム圏でいう、忌避されてる、食べちゃいけないと言われてる食材で、その豚肉とかアルコールが含まれるので、そういったものを使わないハラルフードの提供を行おうと思ってます。でそのハラルフードをこう扱っていく上で、自分たちがこうどういう食材を使っていいのかとか、どういう調理法がダメなのかっていうところで、結構ハラハラしたり、こうギリギリの路線を攻めたりするんじゃないかっていうところで、ハラハラハラルっていう名前で、やっております。私たちはハラルフードだけではなくて、国立野菜っていうところも使って、国立の良さとかも知っていただけたらいいなと思っているので、ハラルフードと国立野菜の良さが、伝わる屋台になればいいなと思います。はい、ここにおわします矢川人は国立市最後の秘境に住む部族でございます。彼らはこの矢川の豊かな自然を皆さんに伝え、そしてみんなも矢川人になってもらうために闇市に参加することとなりました。皆様ぜひ矢川人になりましょう。よろしくお願いします。それでは、富士見台博士についてご説明をいたします。10月26日闇市開催日に開設される限定の富士見台大学がございます。その富士見台大学に富士見台博士認定委員会というのが、限定で開設をされます。で、2つコースがございまして、富士見台で町を知るコース、そして富士見台で人を知るコース、この2つのコース、どちらかに参加いただきます。で参加いただいた方が、富士見台大学の教授陣でその課程を審査いたします。でその教授がこちらにいらっしゃいますフェリックス教授になります。フェリックス教授の審査を通った方が、富士見台博士に認定されます。それではぜひ皆さん、この富士見台博士課程ぜひご受講ください。よろしくお願いいたします。私たちはハケフェスというのを企画してやろうと考えてます。で、そうそう、ハケっていうことを知らない方もいらっしゃると思うんですけども、あんまりこう知られてない国立の南側の自然環境、豊かな自然環境のことを、ハケというふうに呼んでいて、実際そこでこう、湧き水がいっぱい溢れてくるようなところなんですけども、その湧水の水を使った足湯とか、そのハケを紹介するようなカルタを作るということを、今企画段階で考えています。以上です。